はい、皆さんこんにちは、レガタドルベル塾です、はい、今日は宮古島に行ってみたはい、というのもですね、宮古島、はい、僕の地元なんですよ。誰の故郷だよ今言ったよ俺の生まれ育った島です。なんで宮古に行くかっていうと、明日宮古島でドリブルクリニックを初開催するんですよ。宮古島の子供たちのために、僕が少年の頃と同じようにサッカーに夢中になってる子供たちになんか思い出残したいなっていうのをずっと考えてて、なんかおもてなしすあ、違うたまにはいいこと言うね。なるほど。いつも言うけど、たまにはいいこと言う。大体カットされてる。これが事実です。はい、まさに恩返しイベントです。イベント以外の僕のルーツもたどったりとか、宮古の観光をしたりとか、ちょっといろいろ回りたいところがあるんで、アテンドするんで今回も。アテンダーですか？なので、パークですか？パークです。なので今回ちょっと宮古島を楽しんでいこうということで、今日は前に出てもらった浩平コーチ、ちなみに浩平コーチなのになんでジョンになったの？俺あだ名つけるの得意なんだ。ああ、なるほどね。ジョンです。ジョンだから理由を言え。あだ名欲しい人は DM ください。今回ジョンも一緒なんでね、カメラマンもいるので非常にいろいろ撮りやすい。最強だぞ。俺は最強だ。何でも撮れるぞ。3人ってなんか新鮮だね。いつも俺ら2人で行ってたから。それでは早速やっていきましょう。はい、宮古に着きました。タンディガタンディ、タンディガタンディ、メアチどう？今宮古ある感じる？暑い、暑い。湿気が本島とまた違う暑さ。本当？沖縄本島、沖縄那覇、那覇デアリーの方と思った。デアリー普通に空港に着いただけだと、でもそんな宮古はもうないと思うけど、河原とかがね、この辺ね、雰囲気あるよね。そう、まずは車がないと宮古は絶対移動できないんで、今回レンタカーじゃなくて、あ、違うの？俺の親父からお尻が出る。親父車を借りてるので、おおダディ、到着時間に遅刻してます。はい、俺の親父うちのタイムを越してヤークタイムです。ヤークタイムです。ヤークタイム使ってます。なので車でちょっと待ちましょうか。車で驚きです。ヤークはい、ということで車無事に取りました。どう？初の宮古島。2人初でしょ？初。俺も初だ。意外と都会っしょ？いや、意外と都会だね。でしょ？全部サトウキビ畑だもん。まあこの辺は宮古のシティなんで、ちょっと栄えてる場所なんで、でも求めてるのはここじゃないよね、多分宮古来た人が。海とかだよね。今日はとりあえずこれから沖縄そばじゃなくて宮古そばを食べに行きましょう。くんくりやーがま宮古そばです。宮古そば楽しみにしてた。宮古そばですね。おひー、普通踏むそれからこれ踏むんだ使い方分かったら。はい、宮古そば来ました。これが待ち望んでた宮古そばです。いろんなとこ行ったけどね、結局どこも入れず食べていきたいと思います。じゃあ食レポします。得意な、久しぶり、子供ぶりかもしれん。あ、なんか俺が子供の頃食ってた宮古そばよりうまく感じる。ちょっと沖縄そば寄りになってる気がする。宮古はもう全部これでお会計します。レッツおじさん、俺からね。これで食え。俺がそうや。ごちになります。怒った。ごちになります。宮古そば美味しかったですか？いやー、うまかった。薄いって聞いてたけど、だからね、思ったよりもっと薄いと思った。多分味変えてきた観光客に合わせて宮古そばちょっと味変えたかもしれない。結構シンプルだった、ね、具材も含めて。他に何か食いたいのある？僕が生まれた島といえば、島の空を僕はどれくらい知ってるんだろう。無事にチェックインしまして、今回の部屋のルームツアーをしたいと思います。楽しみ。どんな海が見えるんかな。結構いいホテル取ったから、海も見えるホテル取ったから、宮古島のザ・ビジネスホテル空気清浄機がありますね、はい、素晴らしい。ここまでは普通のビジネスホテルなの。宮古は一味違う宮古は一味違う完全なのはね、やっぱね、なんて言ったってオーシャンビューですよ。はい、いきますよ、ね、こっから見える景色。さあ、オーシャンビューでも見て海見えるよ。ちょっと海、これ海や、これ海か、これ海や。これ今回いいホテル取ったから、将来のためにオーシャンビューのいいホテルを取りました。おお、今思ったよりは反発あったやろ。思ったよりいいホテルやろ。いいホテル、反発あるっていいホテル。びっくりした。これ今なんか久々に三笘の反発ステップになった。今結構吹っ飛んでたの、沈んで。こんぐらい向いてた三笘の反発ステップぐらい。一回沈んで反発しちゃった。4時までフリータイム、はい、4時まで2時間、4時ちょい過ぎぐらいに出発してイベント会場に向かいましょう。今日はマジで宮古島の子供たちにとって一生忘れられない最高の思い出の日にしたいんで、頑張っていきたいと思います。イエーイ。早速ドリブルクリニック開催していきたいと思います。レガテ知ってる人？あ、半分ぐらいかな。 YouTube 見てます。 YouTube 見てる？ YouTube 見てます。ルーレット対決、レガリーグ見てる。あ、素晴らしい。さあ、レガテドリブル塾たくやっています。よろしくお願いします。皆さん、カンディ川カンディ合ってる？使わない普段使わない。初めて覚えた宮古語。知らんの滑ってるから。違う。じゃあ今日みんな宮古の方言教えてください。コーチはサッカー教えるんで OK ですか？はい、今日楽しんでいきましょう。名前言ってないで。はい、しょうちゃんです。よろしくお願いします。僕は宮古島出身です。町田東 FC にいて、北中学校サッカー部でサッカーして、高校から沖縄本島の那覇西高校っていうところに来ました。だから本当に俺もみんなと同じようにこの島でサッカー始めた。今もサッカーが大好きで、サッカー教える仕事をしてます。だからみんなもとにかくサッカー楽しんで、今日はたくさん教えるから積極的に、わからないことだったらどんどん聞きに来てね。 OK？ 大丈夫？ OK。 2人でコーチと小学コーチと一緒にね、レガテスクールコーチしてます。後輩コーチといます。それでは新しくやりましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最初やること説明します。最後までまっすぐインステップでこうやってドリブルする。ドリブル、ボールは直接見るんじゃなくて、この辺見ながら見る感じ。 OK？ はい、大丈夫？はい、はい、行きましょう。スタート。まっすぐ反対まで。いや、早く行かなくてもいいよ。ボールタッチ大事にして。ナイスタッチ。そう、大丈夫か？いいね。いいよ。今度はインサイド。もっと細かく言うと、親指の内側を使ってボールタッチしていきます。サイドステップ、サイドステップしながら。オッケー、聞こえた？大丈夫、一回やってみようか。よい、ぶつからないように。わざと遅れてスタートしてもいいよ。いいね。足元にこっちに当たるでよ。外側転がして1、2で、1、2、3。ああ、合格。うまいうまい。最後、僕の足で。1、2、3。はい、じゃあやり方を教えます。ボールを上にこうやって上げて、最後上がったボールをアウトでやるんだけど、まずはこの上げ方から練習しましょう。 OK、 まずこれ練習してみて、はい、ボールを強く引くんだけど、引いた時に一緒に左足をジャンプさせて、でこうやって上げる、引いて一緒にジャンプ。また1対1対決でもいろんなフェイントテクニックでみんなと勝負したいと思うので、この中からでも足技をどんどん、フェイントをどんどん結んで自分のものにできそうな技したらお願いしてください。はい、待てよ、むずいな。宮古島ドリブルクリニック終わりました。やっと、いやー、100人相手はさすがに答えたね。100人相手でも大丈夫って言いたかったけど、きつかったです、さすがにね、はい、でもめちゃくちゃ宮古島の子供たち喜んでくれてた。よかった、もう最高に、はい、いい笑顔が見れたんで、ちゃんとできたんじゃない？少しはね、はい、ここはどこよ？ここはですね、はい、はい、僕の親父が居酒屋をやってるんですよ。そうなんだ。僕の親父の居酒屋に今日はご飯を食べに来ようということで。来たことはあるんです。宮古に来たら毎回来るんで。テーマがあるよ、はい、財布と体に優しい郷土料理ジャリア。由来もあんの？ジャリア、ジャリアはね、はい、俺の親父が道っていう漢字がつくから、なるほどね、道から砂利が来てる、はい、なんかありきたりなネーミングセンス。いやいやいや、ありきたりジャリンコ知恵から来てるんじゃないの？ジャリンコ知恵が俺分からないの。お父さんたちちょっとお腹空いたんで、早速飲みに行きましょう。今日は飲みません。お疲れ。僕の親父です。いい俺だな。すごい。やっぱ片身っていいな。片身いいよね。今日疲れた。いや疲れた。いやでもそれ以上に楽しかったわ。ね、楽しかったよね。楽しかった。イベントっていいよね。いい。いやもういろんな県でやりたいね。子供たちとね。マジでそれは思った。楽しかった本当に。いやいい経験。今日いっぱい食べてください。はい。どうですかビール？お茶です。クリニック終わりの。これお茶です。僕水しか。あ、水かこれ。あ、間違えた。水だったね。最近入るのは金色い水だよね。はい。高校の同級生。那覇西のね。今宮古に住んでるから久しぶりに会って飲んでるけど。どうゆって宮古島。もう最高。YouTuber 向け。YouTuber 向け。すごいよ。今日カメラマンもしてくれたよ。非常に助かりました。写真もたくさん撮ってもらったから、ちょっと後でまたもらいましょう。ありがとうやって。久しぶりに。最高。やってる ？YouTube やってる。マジで今日ビールがちょっとうますぎるわ。ありがとう宮古島。お疲れ様でした。親父も、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。どんな子供でしたか？わからんな。酒はわかる飲んでたから。中3までしかいないしな。確かに。お父さんがサッカーさせたわけじゃなくて、自分から。いや、どっちかというと野球させたかったです。あ、そうなんだ。野球だったから。サッカーするって言った時。どんな気持ちでした？別に何もないよ。まあ好きなのやればみたいな。ああいいな。その方が。こんなのサッカーが好きになると思う。へえ。もともと銀行員だったさ。だそれを辞めてサッカースクールを始めますって言った時はどう思いました？自分のあれだからね。家庭があったから。人生だからね。考えとは言ったけど、それだけは言ったけど、俺は別に何もやらない。それはやめとけとも言わずに。大丈夫、収入はあるかだけ、そこは心配できるか、子供がいたから一人だったら別に全然、確かにそれだけ。宮古島に来た際にはぜひジャリア来てください。自分の父親がやってるんで。結構食った後の写真だけど盛られてるところを撮るけど、普段 YouTube で俺らが出てるのもあんま見ない。俺もあんまり見てって言わないからほとんど見ない。恥ずかしいし子供のなりたい職業ランキングトップに入ってます。誰にもなれるわけじゃない。いろんな仕事の形がそうだ、楽しいからレッツゴー。おば見える全然。